ちそうさまです。お、来た来た。生き返る。もうちょっと味わったらどうです？一杯目はどうしてもがっついちゃうんだよ。ああ、ついでに綺麗なお嬢さんにもがっついちゃうたちなんだけど。おじさん、お酒も遊びもほどほどにしなよ。おじさん、これでもまだ若い方なんだけど、そんな老けて見えるか？ありがとう。でももうロギンがないからこれで打ち止めだな。だったら連邦の傭兵に志願してみたらどうです？帝国との戦争で人手不足ですから、仕事はたんまりありますよ。いやいや、これは護身用に持ってるだけだから。戦争なんかに参加できる腕前じゃないの。お兄さんこう見えて本業は考古学者なのさ。遺跡なんかを調査して回ってるの。遺跡といえば、近くに新しいのが見つかったらしいですね。でも今は戦争を優先してそのまま放置されてるとか。へえ、そいつはまたそそるね。それなら一丁、このラウルさんがその遺跡の調査に乗り出そうじゃないか。ここが例の遺跡か。新しい遺跡の発見なんて珍しいと思ってたけど、これほどの規模のものとは。調査の手も入っていないなんて、これほど幸運なことはないよ。ああ、先客がいるね。しょうがない、お兄さんの槍さばきを見せてやるか。戦う考古学者ラウルさんの腕前、とくと見よってね。危ない。足元にロープとは、随分古典的な罠だね。まあ遺跡なんだし、そりゃそうか。でもこの状態で残ってるとなると、この先も気をつけて進んだ方が良さそうだね。おっと、床が光った。罠じゃなさそうだな。先に進む仕掛けってところか。踏むと光ったり消えたりするのか。ふん、なるほどね。ってことは全部の床を踏めば、ビンゴ、先に進めそうだ。奥に何かあるが、ここからじゃよく見えないな。近づいてみよう。結構あちこち大きな柱が倒れてるみたいだが、これ大丈夫なのかね。もし調査してるうちに崩落したら、遺跡の中で生き埋めになって、いわゆるミイラ取りがミイラってやつに。おお、怖っ。さっさと終わらせないとな。
らわないよ。やばいって。お、やっと少し近づいてきたか。あれはもしかして絵か？厳しいね。今までに比べて随分広い道に出たな。もしかしたらこの先が遺跡の中心部かもしれないな。待て待て、どれどれ。ほう、こいつは。だが、あんな仕掛けのある遺跡の壁画にしちゃお粗末すぎる。こいつはもしや。危ない危ない。まったく。お兄さんがただの考古学者だったら死んでたよ。待て待て。しかし君らにとっては残念なお知らせだけど、お兄さんこう見えて戦える考古学者なのさ。はいよ。そりゃ人間様がいなくなれば、はい、獣にとっちゃ格好のねぐらになるわな。まあだからっつって襲ってこられても困るよ。こんないい感じの遺跡、お兄さんとしては是が非でも奥に進ませてもらわないとね。あんまり使いたくないんだけどね。運が悪かったね。しょ、そりゃ。よっと、よっ、はい、よっ。まったく懲りないね。まったく懲りないね。ふっとやっ、そりゃっ、ふっ、よっと、ふっ、はい、いっちょ上がりっと。さてと、この怪しい壁画もう一度調べてみるとしますか。ビンゴ。さーて、この先には何が待ってるかな。さっきの壁画、900年前のものに似てたな。ってことはこの遺跡もその当時の。いやいや、それはそれで妙だぞ。その頃の文明レベルじゃさっきの仕掛けは無理だ。となると、こりゃまさか大断絶時代のこの遺跡、もしかしてとんでもない大当たりか。とと、とまだ先があるようだね。さっきのところで行き止まりと見せかけて、奥はさらに深く続いているとなると、考えるまでもなくこの遺跡には何か隠したいものがあるってことだ。一体何なんだろうね。ま、それを調べるのが考古学者の仕事ってが。
下り坂ね。この遺跡の本命は地下ってことか。何にせよ進んでみないことには始まらないか。今の音は、おい、まさか。やっぱり。こんなのに追いつかれたらぺちゃんこだぞ。逃げろ逃げろ。走れ走れ。うなれお兄さんの大退勤。死ぬ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 。もう限界だって。あの隙間は、うわ、助かった。はあ、なんつう仕掛けだよ。はあ、なんつう仕掛けだよ。